はい、それでは皆さんにお刺身カルパッチョ、ね、今日は、カルパッチョドゥドラド、カルパッチョドゥドラド、タイドラドというのはタイですね、タイドラド、あとルドメ、スズキ、ソーモン、サーモン、ソーモン、サンジャク、ホタテなどなど、ごく最近なんですよ、生の、このカルパッチョとかで、そのヨーロッパで大流行したのはね、牛のカルパッチョ、お刺身はよく食べますけども、70年代頃かな、僕がフランスにいた頃に大流行しました、ヨーロッパも。で、これは、ね、今日材料でございます。はい、今日はスタッフがお刺身用の三重県の大将、観光大将しております、三重県産マダイ、723円ね。それとなんと、沖縄のパッションフルーツ、そして、ライム、ね、なければ黄色いレモンでも結構です。そしてなんと皆様、東京で取れる椿油、これめちゃめちゃ健康にいいんですよ。ぜひこの椿油、あんまり需要がなくて、困っておりますので、非常に体がいいのでぜひ使ってください。東京産です。そして、魚醤、この魚醤は伊勢の魚醤なければ、ナンプラーでも結構でございます。という、材料でございます。それではまず、ライムからいったな。よいしょ。ライムはやはり皮がよいしょ。はい、そして、白いとこはちょっと取っちゃってください。よいしょ。この筋に沿ってカルチェって言います。皆さんの大好きなカルチェじゃございません。この切り方をカルチェって言います。筋の間を、よいしょ。これ包丁が気をつけてくださいね。包丁がザクッといっちゃいますので慎重にやってください。そして汁がこの汁が大事です。汁をギュッと絞ります。大山マスタスだ、大山マスタスね。すいません、失礼しました。そして何といってもやはりライムはこの皮が白いところが苦いので、この白いところを取って、よいしょ、この薄皮だけを、よいしょ。ライムは皆さん気をつけて、ちょっと硬いので皮がこそぐように、はい、そしてよいしょ、薄くジュリエンヌに切ります。これ押し付けてください、切るときに押し付けて、よいしょ、よいしょ。はい、皮を汁の中に入れておきます。はい、それではパッションフルーツ、よいしょ、よいしょ。パッションフルーツはよく皆さん種を避ける方も
おるんですけども、この種もあの こしてもいいんですよ、こしてもいいんですけど、この種もなかなかいいアクセントになるので、よいしょ、よいしょ、もったいないので、はい、はい、それでは椿油、そして魚醤、魚醤はあの香りが強いので、これがドレッシング代わりでございます。はい、そうしましたら、ちょっと骨がちょっと骨がついておりますので取ります。骨は気をつけてください。この手でこう我々こう手で下がると骨があると引っかかりますので、はい、 OK です。それではよろしいでしょうか。こちらに お皿を用意して、ちょっと気持ち厚めに、よいしょ、よいしょ、よいしょ、このよいしょ、乗っけるときはこう白い方を上に、よいしょ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 、はい、はい、そうしましたらほんの軽くです、塩コショウします、ほんの少しです、白いコショウです。そして先ほどの、おー、酸っぱそうです、酸っぱそうです、おー、パッションフルーツね、この皆さんの種もなかなかデザインになって美しいでしょう、見てくださいね。そして、その上に、椿オイルと魚醤、全体に馴するように、はい、そしたら最後に先ほどのライムと皮ですね、これ我々ゼストって言うんですけど、はい、これで出来上がりです。はい、それでは、食、なんかパッションフルーツにライム、なんかイメージとしてすごい酸っぱそうですね、皆さんね。ではちょっといただいてみたいと思います。どうでしょうか、酸っぱいでしょうか。思ったより、酸っぱいはございません。でもあのライムとあのなんかこう締まってる感じ、あの締めサバじゃないですけど、でこのパッションフルーツの感じが、またこのつぶつぶがですね、非常に
アクセントが良くて、本当にあのマリネなんかこう締まってる感じ。なんか、まあ、パッションフルーツ使ってるので、なんかあの トロピカルで、これなんか沖縄とかね、南国で食べたらめちゃめちゃヒットしそうですね。なんかうん、なかなか、椿油もさらっとしてるし、あの魚醤もなんか深みがあって、でこの酸っぱい感じ、あのなかなかおつです。で今日のワインは、オーストラリア、トルブレックザステディンググランという白でございます。ベオニエルーザンヌマルサンヌという、ブレンドです。ナッツとか、蜂蜜の香りします。あのちょっとあの皆さんのこう僕がこうテイスティングしますよね。これは絶対に食事中は、マナー違反です。こうやってテイスティング味を見るときだけ許されている行為です。こういうのはあの食事中は絶対こう音を出してはいけません。それは理解しておいてください。なかなか、まあ、このトロピカルの、これあのスタッフは僕にあの2人前だっていうことなんですけど、私はこの2人前でも足りないです。のなんかこのなんか締まり具合、なんかバケットかなんか欲しいですね。完食して威張ってる場合じゃないですけど、非常になんかトロピカルでハッピーな、気分になりますので、ぜひもう簡単でございますので、みんなで楽しんでください。グッです。どうぞ皆さん楽しんでください。完食でした。